こんにちは、バレーヒルの大西です。今回はですね、鹿児島に来てます。後ろには雄大な桜島をバックにディップランを楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。ディップランはですね、基本まあ船をまあ流して、釣りをするので、まあ、広い範囲を探れるっていうのが利点なんですけど、もしまあ例えば潮とか、ね、風なくて船がそこで止まったまんまやと、こうおがっぱりと一緒っていうわけじゃないですが、その周りにイカがいなければ釣ることできないので、まあ、ちょっとねキャストしてやってます。でこう誘い上げのタイミングって、こうエギを着底させてからなんですけど、でラインがたるんでる状態で誘ってもエギ動かないので、私は必ず着底確認できたらハンドルをまあ何回か回して、そこからエギを離してから誘い上げてます。ないとまあまあ、あのエギがそこにある状態で動かすと根掛かりの原因になったりね、エギが動かない。基本はもう着底をさせてラインのたるみをとって、こうエギがちょっとそこから切ったイメージを持って、そこから誘うっていうふうに、まあ、私はしてます。私はあの気にするのは、あの釣れた時のかかりどころ、あのよりあのロートに近いところにかかってるのは比較的、まあ、アクションも色も合ってるのかな。それでやっぱり触腕だけの時っていうのは警戒して、こうパーンって触ってきてるだけの時が多いので、まあ、そういう時はちょっとしたら色が合ってないんかなとか言っていうふうに思いますね。ここカンナのこうちょっと下にこう黒っぽいのついてるの分かりますかね。分かりますかね。こういうのついとってもエギのアクションとか変わってくるので、こういうのがついてたら必ず取ってくださいね。ね、これはスクイジャシガの 30g に 20g の進化ついてるんで 50g になりますね。でこの釣りティプナ意外とあのウェイトをね、あのこまめにこうラインの角度見ながらね、やっぱり調整した方がいいと思いますんで、ラインがこうまっすぐ行っちゃうと、やっぱりそう誘ってもエギが動かないですし、合わせてもね、あのフッキングの力が伝わらない時あるので、私はこの釣りで気にしてるのがラインの角度で、まあ60度から80度ぐらい、理想はそれぐらいだとね、エギがあの船の近くにあるので誘いもしやすいですし、フッキングも効くと思います。今 0.6 ノット、ちょうどいい。嬉しいわ。あとはオリイカやったらね、いいですけど、コウイカもね、いてますからね。かわいいけど、貴重な、かわいいけど、ありがとうございます。かわいいですけど、はい、なんとかサイズ選べないんで、なんとかオリイカ釣れました。まあ、あたりはね、小さかったですね。水深まあ45、6ってちょっと深いんですけど、ね、水深深いとこでも、ね、こういう小さいイカいてます、またね。まあこれからもっとちょっとサイズのいいやつを狙っていきたいと思いますので、とにかくいっぱい釣れてよかったです。ただティップラーのね、基本的な釣り方ですね、あくまでも基本とされる私らがやってるちょっと釣り方のね説明をさせてもらいます。で船がね流れてるときはね、あの投げなくていいです。もう足元で落としてください。そこの取り方なんですけど、浅いときはね最初からこうラインを海面に浮かべてもらえばいいんですけど、深いとき、まあラインにマーカーがついてたらね、あのそれでまあ10メーター20メーターって分かると思うので、それで目安にしてね、で40メーターだったら、例えば30メーターぐらいに来たらこうラインをね浮かべ始めて、これが止まったら着底です。はい、これで止まって、これが着底の状態ですね。こうなったらハンドベールを起こして、ハンドルをまあ5回6回巻いて、とにかくエギをちょっとそこから切るようなイメージですね。でそこから切ったら、そこから誘いに入ります。誘いこう終わった後こうされる方とかいらっしゃるんですけど、基本は
こう終わったらピタッて止めてください。もちろんねこうやってこうこの時もちろんエギは沈んでいってるのでそれでも釣れないことはないんですけどね、あのやっぱシーズン後半になってくるとこういうその動きで食ってこないっていうことがあるので、もう最初からあの慣れてからねやってって言っても無理なんで、最初からこう誘った後はピタッて止めるイメージをしてくださいね。で止めた後これまあ今あたりは待ってる状態で船が流れてるのでエギも一緒にこうくっついてきてる状態になります。でその時にあたりが出るっていうことになるので、竿先誘った後は竿先に集中すると。で、まあ、まあ、まずしかあの活性の高い時はこう止めた瞬間にポンって当たりが出ること多いです。で何秒ぐらいじゃあ待ったらいいですかねってなった時、まあまあ季節とかによるんですけど10から20秒ぐらい、もちろんね真冬になると30秒ぐらい待つ時ありますけれども、活性の高いイカの場合は止めた時にパンって当たり出る時ありますし、まあそれでもまあ 2,3 秒でポンって出る時もあるので、で当たりがなくて次ですね、当たりがなくて次の動作に入る時はまたレールを返してそこを取ってください。また一緒です。こうラインパラパラでもいいですし、ラインを浮かべれながらでもいいですし、でこの時もねラインが何メーターぐらい出るかなっていうのを意識してほしいんですね。船が流れてるのと、あと地形の変化ですね。もし駆け上がりに船が駆け上がってるとこ行ってる時はこの回数が少なくなりますし、駆け下がりだったらもっと深くなりますね。で待って誘うと。で誘いの回数は水深がまあまあ浅ければどうでしょうね、まあまあ5回ぐらいまで、まあ20メートルだったら3回から5回ぐらいでいいですし、30メートル超えるとまあ10回ぐらいまで、でまあそこからどうでしょう、数メーター以内を下がるとかねいうイメージですね。ドラグの調整なんですけど、あのシーズン最初のまあイカが比較的小さい時は緩くていいと思います。やっぱり強くしてると合わせた瞬間ゲソが切れちゃったりするので、あとそれで私の場合例えばシーズン後半になってキロアップとかがかかってくるようになると、強く合わせた時に出るぐらいの感じでやってます。で特にね深いところでやってて、そのドラグが緩いとやっぱりフッキングの力が伝わらないので、こう合わせた時にじって出るってことは下では力が伝わってないのでかからない、横抱きになってファイトしてる時にね逃げられたりするので、イカのサイズが大きくなったらガチガチにする必要はないですけど、少し心持ち強めにね引っ張ってこうチリチリチリって出るぐらいの感じにはしとった方がいいんじゃないかなと思います。今さっきと一緒ぐらいのサイズですかね。一回ちょっとピッてこう当たり合って、その時合わせられなかったんですけどね。ああちょっとあれかなんでなんやろうな、ね、これの3倍ぐらいの大きさのやつ狙ってるんですけど、ちょっとね当たりこう小さなピクッてきた、その時でねちょっと合わせられなかったんですけど、はい、またその後来てくれたんでね、あの釣ることができました。最近やっぱりね水温がこうバラバラでこう産卵時期もずれてるんでね、大きいのもいれば小さいのもいるということで、サイズはなかなか選べないんですけど釣れてよかったです。それではですね、今日使用しているちょっとタックルのね説明をさせていただきたいと思います。エギは、当社のスクイットシーカーシリーズですね。あのメインで使用しているのはまあ今回 3.5 号で、ウエイトは 30g、35g とあと 40g、とあとタングステンモデルで 43g っていうのがあるんですけれども、まあ、そちらの、3.5 号の方ですね、メインで使わせていただいてます。あとそれとは別にですね、まあこれミクロスっていう、これは3号サイズですね、一応 23g あります。あとこれ別、こっちはですね4号になりますね。4号は 40g で、一定だけになります。で使い分けとしてはこう例えばね、秋の大きいイカが釣れる時でも、例えば小さいベイトね変色してる時はこういう小さいものであったり、あとシーズン最初ですね、まだイカが小さい時とかはまあ3号をメインに使ったりしますね。で4号の方はまあね、もちろんこう大きいイカ狙いっていう、もう釣れんでもいいから来たら大きいのみたいなね
のは、昔から大きいイカには大きいエギって言われてるようにね、大きいエギを使ってアピールされた方がいいんじゃないですかね。はい、あとこれに合わせてですね、うち一応こういうシンカーですね、ブリッドシンカーというんですけれども、スクイドシーカーシリーズに合わせて作ってるやつで、色はまあウエイトによっても若干違うんですけれども、まあ蛍光オレンジ、まあなでしこグリーン、イエロー、パープルという具合にあります。ウエイトはですね、10g、15g、20g、30g、40g、まあ、50g という感じで6ウエイトあってですね、普段行かれる釣り場で基準になるエギですね、例えば 30g なのか 35g なのか、それに合わせて、まあウエイトをね調整していただくような場所場所でね調整していただければと思います。今さっき味金で釣ったんですけど、まあそれによく似た感じの色、これも、金の下地ですね。でやってみます。ちょっと合わせるの遅かったですよね。次はイカ、イカやイカですアオリです朝よりはいいサイズ。はい、なんとかちょっとね、見栄えのするイカ来てくれました。あたりはねこうボゾボゾボゾってきて最初分かりにくかったんですけどね、その後もクッてこう入ったんで合わせることができました。はい、まあまあね、これぐらいのサイズだとね、まあファイトも楽しいですし、はい、いいと思います。お疲れ様でした。鹿児島のですね錦江湾、まあ、桜島をバックにティップランさせていただきました。まあ当たりはね正直多くはなかったんですけれども、まあ醍醐味はやっぱりたとえいっぱいでも、当たりを見て掛け合わせるっていうスタイルの釣りですのでね、まあ、こればっかりは通っていただくと、まあ、いい日もあればそうでない日もありますけどね、ぜひね、今後ティップラン通っていただければと思います。それで、まあ、今回錦江湾ですけどね、もちろん錦江湾には錦江湾に特化した釣り方もあると思いますので、ヨヨステンさんの場合は船頭さんにねお聞きして、それで今回はまあカリンさんの方でねお世話になりましたんでね、カリンさん乗られる場合は林、船長さんの方にお聞きしていただければと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。